女子衣室に侵入し高校生3人の下着を盗んだ疑いで日田市役所に勤める24歳の男が再逮捕されました警察によりますと日田市前津江振興局の職員尾関浩太容疑者は先月3日高校生が部活動で使っていた公共施設の女子更衣室に侵入し生徒3人の下着 合わせて5枚を盗んだ建造物侵入と窃盗の疑いが持たれています警察は先月13日にも尾関容疑者を高校の部室に侵入して下着1枚を盗んだ疑いで逮捕していてその後の捜査で今回の犯行の疑いが強まったとしています尾関容疑者は容疑を認めているということです日田市の総務課は 被害に遭われた方には大変申し訳なく感じている、再逮捕を受け、今後の対応を検討していくとしています。